次です。中野区沼袋一丁目にある沼袋氷川神社の境内で、昨日沼袋野方地域の町おこしイベント、ヌーのジャズフェスタ2015が開かれました。世界共通語の音楽と言われるジャズを切り口にしたイベント、ヌーのジャズフェスタ。8回目を迎えた今年も、沼袋氷川神社の神楽殿をステージに、10時間にわたる無料ライブが行われました。出演したのは、区内の小学校をはじめ、高校の吹奏楽部や音楽サークル、プロのミュージシャンなど14組です。今年のテーマはラブジャズ。仲間、友達、カップル、家族の絆を深め、愛で満たされるステージが披露されました。イベントのもう一つの楽しみはご当地グルメ屋台です。今年は地元の飲食店や団体などおよそ35店舗が出店。東日本大震災の被災地復興を支援しようと、中野区職員による東松島産のホタテ焼きも販売され、会場を訪れた人は音楽を楽しみながらご当地グルメを味わっていました。日が暮れた頃、ステージには実力派のミュージシャンが続々と登場し、華麗な演奏と歌声で訪れた人を魅了します。心配されていた雨も降らず、最終的には去年を上回るおよそ7000人が来場しました。エンディングのスーパージャムセッションでは、訪れた人の熱気と興奮に包まれ、大いに盛り上がりを見せていました。ジャズといえば、杉並の阿佐ヶ谷ジャズストリートも来月10月に開かれます。そちらもぜひチェックしてください。